こんにちは東京都市大学天文学研究室の津村ですこ,ここでは国立天文台の三鷹というソフトを使って宇宙旅行をしながら天文学の様子について学んでいきたいと思います前半は太陽系の中を旅していきました今回はその太陽系の外に飛び出して宇宙の果てまで旅しながらこの宇宙の広がりのそして宇宙の様子を調べていきたいと思います ではまず地球から出発していきましょう前半ではこの地球から出発して太陽系の姿を見ていきました地球の周りを月が回っている様子そして地球をはじめとする惑星が太陽の周りを回っている様子を見ていきましたこの中で小惑星探査機ハヤブサ2などについても触れていきましたそして冥王星などの太陽系外縁天体を抜けて太陽系の外側 オールトの雲と呼ばれるところまでが太陽系の橋だというふうに考えられているという説明をしていきましたここで距離スケールについてまず最初にお話ししていきたいと思います太陽と地球の間の距離を1天文単位というふうに言うというふうに言いましたおよそ太陽系のサイズは1万天文単位ぐらいだろうというふうに考えられています ですが、ここからさらに遠くなっていくので、ここから別の距離の単位を使っていきたいと思います。それは光年という単位です。一光年とは光が一年かけて進む距離のことで。およそ十兆キロメートル、九兆五千億キロメートルのことです。天文単位の単位でいうと、六万三千天文単位となります。星と星の。 距離スケールや銀河などの距離スケールになった場合には光年という単位が便利ですのでここから先は光年という単位を使っていきたいと思います。ではここから太陽系から遠ざかってどん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 宇宙の果てに飛んでいきたいと思うのですがまずここで背景に今とても有名な星座が映っていることにお気づきでしょうか。左上に オリオン座が映っていますわかりやすくオリオン座に正座線を入れてみましょうはい、このようにオリオン座が見えています今から太陽系からどんどん遠ざかっていきますのでこのオリオン座の形に注目していてくださいそれでは遠ざかっていきます わかりましたでしょうかオリオン座の形がすごく歪んでいたということが見えていると思います例えば地球から見たオリオン座は特徴的な三つ星この三つ星は三つの星が横に並んでいるというふうに思うかもしれないのですが今見ていただいたようにこのオリオン座の三つ星というのは横に三つの星が並んでいるわけではなく 真ん中の星が遠くにあるのだなということがわかると思いますこのように地球から見たときには星には距離感というものは分からずすべての天体が空に張り付いたように見えるわけなのですが太陽の周りには星が立体的に分布しているわけですなので近い星もあれば遠い星もあるこのように立体的に星が分布しているわけです そして遠くにある天体ほど遠くにあるので暗く見える。近くにある天星ほど近くにあるので明るく見えるわけです。なので太陽からどんどん遠ざかっていたときに見えてくる天体。このアルファケンタウリという星は太陽から最も近くの近くのご近所さんお隣の星です。そしてシリウス、プロキオン、フォーマルハウト、アルタイル、ベガ、アークトゥルスなどの天体が見えてきましたがこれらの天体は すべて太陽のご近所さんの星ですご近所なので地球から見るととても明るく見えるなので一等星として見えるわけですこのように一等星として見える明るい星の多くは地球のすごくご近所さんとても近くにあるので明るい星として見えるわけですその中でも地球から見て特別に明るく見える天体それが太陽です太陽がとても明るく見える理由っていうものは地球から見て太陽が とてつもななくく近ににあるからになるわけですですが宇宙スケールで見たときには太陽というものは特別に明るい星というわけではなくごくごくく平均的な星とななるわけですなので夜空を見上げた時に見える星一つ一つは全て太陽のように自分で光り輝いている恒星ということになります。このように 星は立体的に分布しているわけなので、別の星に仮にワープしてしまった場合には、見える夜空というものは違ってくるわけです。例えばここで、双子座のカストルという天体に近づいてみましょう。このカストルという天体から見たときの夜空というものは、 こういう姿になります例えば先ほどと同じようにオリオン座を表示してみましょうそうするとカストルから見たオリオン座というものはこういうふうに歪んで見えてしまっているわけですこのように宇宙のどこで見るかによって星空ていうものはもちろん違って見えるわけです なので仮にワープしてしまって他の星にたどり着いてしまったという場合には夜空を見ると一体どこの星に飛ばされたかということがひょっとしたら分かるかもしれませんではどんどん太陽系から遠ざかっていきましょうそうするとこのように太陽の周りには 大量の恒星が取り囲んでいる姿が見えてきます。百光年、三百光年。千光年。ここまで来ると、そこそこ遠くまで来ました。そこで、例えば、デネブという恒星に注目してみてください。デネブという星は白鳥座の一等星です。夏の大三角形の一つをなす天体なので。夏に見える、夏に夜空を見ると、とても明るく見える星、一等星です。 地球から見て一等星として見えるとても明るい天体にもかかわらず1光年よりも遠くに位置しているということが見てわかりますそうするとこのデネブという恒星はこの宇宙の中でもとても明るい天体だということがわかると思いますとても明るいがゆえに1光年以上遠くにあったとしても地球からは一等星として見えるわけですこのように宇宙の中にはとてつもなく明るい星だったりとかとても暗い星 あるいは赤い星だったり青い星だったりというふうにいろいろな個性を持った構成が宇宙の中にこのように分布しているわけです。ではさらに遠ざかっていきましょう。そうすると何が見えてくるかというと次はこのような姿が見えてきます。これれが銀銀河河とと呼ばれるものです銀河とは 星の集団のことですこの宇宙には星がまんべんなくまばらに分布していると思っている人もいるかもしれないですが実はそうではなく宇宙の中において星恒星はこのように銀河という群れをなしていますそしてこの宇宙には銀河が体上にまんべんなく分布しているわけです一つの銀河の中におよそ恒星は1000億個ほど含まれているというふうに考えられていますこのように この宇宙の中に銀河というものは数多く存在するわけなのですがその数ある銀河の中で特別に私たちが住んでいるこの銀河のことを銀河系というふうふに呼びますなので銀河系といいう言葉は固有名詞でですので注意してください太陽と太陽系の意味が全く違うのと同じで銀河と銀河系という言葉も全く意味が違います。 銀河は一般名詞でこの宇宙に数多くありますが銀河系は私たちが住んでいるこの銀河一つのみとなりますですがこの銀河と銀河系という言葉とても紛らしいので最近は銀河系のことを天の川銀河という風に呼んだりもしますそこで皆さん天の川というものを見たことがあるでしょうか夜空を見上げると星が帯状に連なっている様子が暗いところに行くと見ることができます。 なぜ夜空の中で星が一部のところだけ密集して帯状になっているのでしょうかその理由はこれを見ていただけると一目瞭然です私たちは天の川銀河と呼ばれるこの銀河の端っこのところに位置していますこのあたりに太陽系が位置しているわけです私たちはこのあたりに住みながら 夜空をこっち方向に見るわけですそうすると構星がこのように帯状に密集している様子がわかりますこれが私たちが夜空に見ることができる天の川の正体ですすなわち天の川とは銀河系の中から銀河系の様子を見た姿というふうなことになりますなので皆さんももし暗いところに行って天の川を見る機会があったら私たちが 天の川銀河の中に存在しているんだなということをぜひ実感してほしいと思いますこのように私たちの住む地球太陽系は天の川銀河の中の端っこの方に位置するということがわかります例えば太陽系の場合中心に太陽という重たい天体があってその周りを地球や木星などの惑星が回っています地球の場合は太陽を回るのに1年 木星の場合は12年かけて回っています同様に考えるとこの天の川銀河恒星が密集しているわけなのですがいかにも中心の周りにこの恒星たちが回っている様子が見て取れますその通りであって太陽系も銀河系の中心の周りを回っています太陽系の場合 一周およそ2億年かけて銀河系の周りを回っているというふうに考えられていますそうすると太陽系の場合には中心に太陽という重たい天体があってその周りを惑星が回っているわけなのでその太陽が2億年かけて銀河の周りを回っているとするとではこの銀河系の中心には一体何があるのでしょうかそれでは銀河系の中心に近づいていってみましょう。 銀河系の中心に近づいていきますそうすると何が見えてくるかというとまず見えてくるのはこういうふうな恒星たちが見えてきますこれは実際に観測されている恒星なのですが太陽よりも重たい天体たちですその太陽天の川銀河の中心あたりにある 構成たちを観測しているとこのような運動が観測されますこの構成の運動を見てみるとこの辺りを中心にして他の構成たちがぐるぐると回っている様子が見て取れます このように重たい星を引きつ引き止めてぐるぐると振り回しているということは、この中心には何かとても重たい16弦があるように思います。そのような重たい16弦があるに違いないのですが、しかしそこには何も見ることができません。何も見ることができないですが、きっとそこには何か16弦があるに違いないわけです。では、さらに近づいていってみましょう。 そうすると何が見えてくるかというとこのような姿が見えてきましたこれは何かというとこれはブラックホールです私たちの銀河の中心にはとても重たいブラックホールが存在するというふうに考えられていますこれは私たちの銀河に限らずすべての銀河の中心には超巨大ブラックホールが存在するというふうに考えられていますブラックホールとは とても重たい天体のことですとても重たいがゆえに光さえも出てこれない天体のことをブラックホールと言いますそしてそのとても強い重力のために周りの空間が歪んでしまっているのでブラックホールの周りはこのように歪んだ様子が見えますこれを重力レンズ効果というふうに言いますブラックホールはそのあまりにも常識外れな性質から 実在する天体ではなくて SF の中の世界のものだというふうに思っている人もいるかもしれないですが実際にブラックホールというものはこの宇宙の中で数多く存在する天体であるということが最近の天文観測の中で分かってきてきいます例えば比較的最近に2つのブラックホールが合体した時の重力波というものが捉えられました。 そしてさらに最近2019年になってこののブラックホールの写真が撮,られましたその撮影されたブラックホールは私たちの銀河の中心にあるブラックホールではなく別の銀河の中心に存在するブラックホールなのですがしかしそのようなブラックホールが実際に捉えられたということからこの宇宙には本当にブラックホールというのが存在するのだということがはっきりと分かるようになってきました。 これが私たちの住む天の川銀河ののの様子です私たちの天の川銀河は中心に巨大なブラックホールが存在してその周りを 1, 億個もの光勢が周りを回っている太陽はその1,000億個の恒星の中のただ一つということになりますではここからさらに遠ざかっていきましょうそうすると 見えてくるのがここに大マゼラン雲小マゼラン雲というものが見えてきますこれは地球の周りを回る月のような天体で天の川銀河の周りを回る衛星銀河のようなものだと思っていただければ良いですこのように私たちの銀河系の周りにはマゼラン雲のような小さな銀河が数多く存在していますそしてその奥に見えているのがアンドロメダ銀河ですこのアンドロメダ銀河 という銀河は私たちの銀河系の隣の銀河となりますおよそ230万光年離れたところに位置しますそしてどん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 遠ざかっていくとこの宇宙の中には大量に銀河が存在している様子が見て取れますここまで来るとこの点1個1個は星ではなくて銀河ですなのでこの点1個1個に 星がおよそ1,000億個含まれているというふうに考えてくださいそのような銀河がこの宇宙の中にこれほど大量に存在しているわけです。まさにこの宇宙の中には星の数ほど星があるということが見て取れると思います。さあ今私たちは太陽系から出発してもう10億光年も遠くまで来てきました。 さあここからさらにどん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 育ってくると何が見えてくるかというと何か不思議なまだら模様が見えてきましたこれは何かというとこれは宇宙の果てです宇宙の果ての様子が実際に観測されていますではこの宇宙の果ては何かということをまず説明していきたいと思いますまず天文観測というのは 一種のタイムマシンなのです例えば400光年離れた恒星例えば北極星という恒星は地球から400光年離れたところにあるのですが400光年離れた恒星からの光というものはそこから地球に届くまでに400年かかっていますなので400年前の姿を見ているということになります逆の言い方をすると仮に北極星人という人がいたとして超高性能な望遠鏡で地球を見た場合 そこに映る地球の姿は1600年頃すなわち江戸時代徳川家康の姿が見えるはずですこのように遠くの天体を見ると昔の姿が見えてくる例えば一番光年彼方の星を見れば一万年前の姿が見えますし一億光年前の銀河を観測すればそれは一億年前の姿が見えるわけですこのようにどん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 ん遠くを見ればどんどんんどんどん昔の姿が見えてきます そうするとでは宇宙の果て最も遠い宇宙というものはも最も昔の宇宙つまり宇宙の始まりとなるわけですここで見えているこの赤と青のまだら模様これは宇宙の始まりビッグバンの頃の様子が見えていますこの宇宙は約138億年前にビッグバンという大爆発で誕生したということが分かっています ビッグバンで誕生した頃の宇宙というものは、とても小さく、とても熱いものでした。そのとても小さく熱い宇宙が膨張して、どんどん冷えていく過程の中で、宇宙全体が光り輝くという現象が起こりました。その時の宇宙全体の残り火のようなものが、実際に宇宙マイクロ波背景放射という形で観測されています。この赤と青のマダル模様は、まさにその、 宇宙がビッグバンで誕生した時の様子その残り日宇宙マイクロ波背景放射の観測データですこのようにこの宇宙がビッグバンで誕生したということは実際の天文観測によって裏付けられたものなので諸説あるとかそういうものではなくもう証拠があってきっちりと分かっているものであるということをぜひとも知っておいてほしいと思いますこれはものすごいことだと思います例えば私たちは地球の歴史において たった2000年前に山大国がどこにあったかさえ知らないわけですにもかかわらず地球にいながらにしてこの宇宙は138億年前にビッグバンで誕生したということを断言することができるわけですそしてビッグバンで誕生した宇宙の中で銀河が誕生してその数多くの銀河の中で私たちのような 惑星が生まれて、その惑星の中の一つ、地球に私たちのような生命が誕生したわけです。そして、ここに見えているこの銀河というものは。その宇宙の中で。数多く存在した銀河の分布を表しています。この銀河の分布なのですが、とても。不思議な。分布をしていますね。なんか扇形のように見えます。これは。この宇宙の中で。実際に。 銀河の分布がこのような扇形になっているというわけではもちろんありません。こののといいうソフトには実際の観測データが埋め込ままれていますなのでこの扇形に分布している銀河は実際に観測されている領域の銀河の分布を表しています。そしてこの何も映ってない領域には実際に銀河がないわけではなくってこのような銀河の分布が 360度というか全体を取り囲んでいるように分布しているというふうに考えられているわけなのですがこのの上下の方向はまだ観測されていないなわけですではなぜこの辺は観測されていないのかというとですねどんどん近づいていけばわかります。私たちは青の,川銀河の端っこに 位置する太陽系に住んでいるという話をしました私たちはこの辺りに住んでいて遠くの宇宙を見ようとしたときに例えばこちらの方向を見ようとした場合には天の川が見えてしまうので遠くの宇宙というものは見ることができないわけです。なので遠くの宇宙を見ようとした場合にはこの図において 右や左の方向を見なななければならない上や下の方向は私たちは天の川銀河の中にいるので天のの川銀河がが見見ええててしまって遠くの宇宙なのでどん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 遠ざかっていくと遠くの宇宙が見えるのはこの図でいうところの右と左しか見えない。なので遠くの宇宙の分布というものが私たちが見ることができる宇宙の分布というのはこのように左右に広がっているということになっているわけです。 以上で地球から出発して宇宙の果てまで旅してきましたでは最後にこの宇宙の果てから地球に帰っていってこの宇宙の構造というものを復習していきたいと思います私たちの宇宙はこのようにビッグバンで誕生してしましたそして数銀河がとても大量にこの宇宙の中には存在するわけなのですがその数ある 銀河の中の一つ天の川銀河と呼ばれる銀河の中に私たちは住んでいるわけですさあここから銀河系の中に入っていきますここから先は銀河の中に入りましたので王子様の世界ですでこのように銀河の中にも大量に星が存在するわけなのですがこの数ある星の中から平均的な星太陽という星の周りに私たちは生まれましたここで太陽系の中に入りました ここまで来るともうだいぶ帰ってきたという感じがしますね。で太陽の周りにはこのように8つの惑星が回っているわけなのですがその惑星の中の一つ地球に私たちは住んでいるわけです。地球の周りにはこのように月という衛星が回っていましてそして地球私たちの住んでいる地球に無事に帰ってくることができました。 以上で地球から出発して宇宙の果てまで旅する宇宙旅行を通して天文学宇宙について学んでいきました宇宙にはまだ数多くのわからないことがありますそして人類はその謎を解き明かすために望遠鏡などを使って数々の大発見をしてきました今後もそのような大発見が続いていくと思いますもし今回の講座で宇宙に興味を持ったという方がいましたらこれからの宇宙の ニュースなどに注目していってほしいなというふうに思います。